瞬間を見届けない方がいい。方がいいなのです。顔色が優れないようなのですが。続けて、関係ないわ。わけも分からず私たちについてきて、ろくなことを考えてないんでしょうねってずっと。プロメテウスさんの布石に影響する可能性があるので、もともとあなたたちに伝えるつもりはなかったなのです。ですが、彼女が私の考えを全部読めるなら、私たちが何をしても手札を晒すようなものにしかならないなのです。もし私があなたたちに知られないように頑張っても、彼女は真逆の結末を狙ってくるはずなのです。私たちに残された時間はそう多くないなのです。その前に二人はすでにプロメテウスさんの本当の意図を理解したなのですね。私たちが律者になるってことかしら。でも今考えると、それも人の目をごまかす手段ですよね。そうかもしれないなのです。ですが、彼女が最終手段を相手がカンパできないことにかけるとは思えないなのです。カンパされても阻止できないが正しいと思うなのです。敵は何らかの方法で私たちのいる世界の泡で全知全能になっている。私たちの考えを読むことも可能なのです。ですが、その能力を操る意志は常人を超えたものではないなのです。大きなモニター室の中にいると想像してみるなのです。そこにある無数のモニターを通して世界中のあらゆるものを観察でき、それでも私たちはモニターを一つ一つ確認しないといけないし、何かを変更したい時も自分でボタンを押さないといけないってこと。そうなのです。でもそこまで複雑にする必要はあるのかしら。あなたの話だと、私たちを皆殺しにする気があれば彼女なら楽勝なのよね。最も絶望的な考え方をすれば、もしかしたら彼女は最後の瞬間までもがく。ですが、私たちが世界の泡と共に消えること自体が彼女の最も重要な目的である可能性もあるなのです。待って、私たちって、あなたは。最悪の場合を考えたまでなのです。例えば、私が保身に走ると、ずっと自分では移動できない月の岩のままなのです。とにかくプロメテウスさんの最終手段は、最短の時間で社にとって脅威となるあらゆる手段を同時に進めることだと思うなのです。相手が阻止できないではなく、阻止が間に合わないことを目標としているなのです。そうだとしても、最後に生き残れる人は一人、もしくは二人かもしれないなのですが、もちろん何らかの権能で他の人たちを助けられるかもしれないなのですが、それも後の話なのです。とにかく時間は待ってくれないなのです。つまり、私たちは未知に挑むだけじゃなくて、プロメテウスと同じように殺されるリスクを背負わなければならないってことね。はい。ですから、本当にそうするかどうかはあなたたちが決め、それと、そもそもプロメテウスさんは計画を考えておらず、
彼女の信じたことは本人が学習した盲目でしかないと考えてもらっても構わないなのです。盲目？彼女は以前ある個人の話を教えてくれたなのです。その人の知恵はあらゆる同類を凌駕したなのですが、選択をしなければならない時に少し話が逸れたようなのです。とにかくこの通信が終わったらもう二人をサポートすることができないなのです。自分の意志に従ってできることをするなのです。では、シュレーディンガー博士、リタさん、もっと早く気づくべきだったのかな。でも現実は何年も連載してる推理小説じゃないし、もしそうなら途中で登場する人はみんな超能力者や悪者ばかりよ。私たちまだチャンスがあるよね、プロメテウスさん。こういうのは少し違うと思うけど、私たちが全てを解決したら彼女を治せるんだよね。崩壊エネルギーを集めることなら私に任せなさい。覚えてる？ミステルのやつ、私のことをイデアって言ったでしょ。崩壊エネルギー適応性ならきっと私の方が上よね。でも。でもじゃない、これが一番成功率の高い方法だって。ごめん、ただズエレがバカなことをするんじゃないかって心配なの。バカなこと？この私が？今回のことはすごく危険だし、ズエレはいつも私のことを大事にしてくれてるから、だからいつか私のことを放っておいて一人で危険に立ち向かうんじゃないかなって心配してる。そんな風になってほしくないの。うぬぼれないで。それに今の私たちは表裏一体でしょ。たとえ私がそうしようとしてもできっこないわよ。本音を言えばそのビタとやらには自分から姿を見せてほしいわね。そのまま奴を八つ咲きにすれば全てが解決するんでしょ。さあ出発しましょう。時間はもう残ってないかもしれない。おかしいわ。どうしたの？この世界の泡の崩壊エネルギーはどうしてこんなにも密集してるの？これは。おかしいわね。すべての崩壊エネルギーが自然とこの近くに集まってるみたい。それに、まるでわざと保存されてるみたいだし。じゃあ、この石碑たちは、プロメテウスさん曰く、融合した後の世界の泡もエネルギーになってどこかに送られるって。だから、この世界が融合するまで崩壊に邪魔されないためにわざとこうしたのかな。その可能性はあり得るわ。本当にそうだとしたら、やつでも罠か偶然かはやってみればわかるわ。散らばるの？逃がさないわ。チッ、ビタってやつ想像よりも強いわね。それって、鉄を曲げる人がいるとしてもう一人の力がその鉄を元に戻せるとは限らないってこと？ええ、コントロールはできないわ。どうやらここは協力し合うしかなさそうね。協力？一緒に黒煙白火を使った時と同じかな。全部の力を使って崩壊エネルギーをコントロールするつもりなの？ええ、成功するとは限らないけど
今よりは可能性が高いわ。ゼーレ、無理してないよね。そこまでじゃないわ。なんといっても、あの時より経験があるし。それに、この石碑たちも、黒煙白化のように侵食性があるわけじゃないわ。安心。わかった。できるだけゼーレに合わせるように、私も石碑を壊してみるから。ええ。あとは任せたわね、ゼーレ。来たわ。わ、やっぱりゼーレの方がすごいね。そんなことないわよ。ポジションを交換したら、ゼーレにだってできるわ。最初に暴走したあの石碑が欠けてるけど、何か問題はないの？いいえ、残りのものだけでも計画に必要な量を超えてるわ。あとは最後の一歩ね。戻ってもいい？ゼーレ、どうしたの？別に驚くようなことじゃないでしょ。違うの。話すと少し馬鹿らしいかもしれないけど、さっきまで体のコントロールを手放せなかったんだ。なんとなく、ゼーレなら機会があれば自分で危険と立ち向かうかもって思ったから。そんな必要はあるかしら。心配しないで。少なくとも今回はゼーレと一緒に未来に向き合うわ。ありがとう、ゼーレ。でも、ゼーレにとっては、もし何か事故があった時、一人が生き残るよりも、二人で死ぬ方が良かったの？え？言わないといけないのかな？うん。どうして？生きていくことは大事じゃないの？もちろん大事だよ。私たちだけじゃない。ブロニお姉ちゃんにとっても、みんなにとっても大事なことなの。でも、もしそれが、私たち二人だけの話なら、どっちが先に離れても、残された側の気持ちを、私たちは想像できるから、これが遠い昔のことなら、そこまで自信がなかったと思う。自分はそんなに大事じゃないかもって、私が消えて、ゼーレが一人になっても、ゼーレなら乗り越えられるって思ったかもしれない。何バカなことを言ってるの？これが遠い昔のことなら。うん。今はそんな風に考えてないよ。もう自分のことを否定したりしない。ゼーレは私自身よりも私をずっと好きでいてくれてるよね。私が自分を否定したり、傷つけたりしたら、それは、ゼーレを否定して、傷つけることになるから。そんなこと、私は絶対にしない。ゼーレも同じようにしよう。ゼーレがいなくなったら、私が感じる苦しみは、きっと、死に対する恐怖を超えると思う。ゼーレ。さあ、もうそういう暗い話はやめましょう。今は二人で死ぬんじゃなくて、二人で生きていくのよ。うん。すべてを解決して、みんなを助けよう。かつての私たちが、そうしてきたように。え？ゼーレは、やっぱり昔と変わらない。
人を傷つけたくないタイプなのね。どうして急にそんな話を。私は人を傷つけるのが大好きなの。ゼーレだって知ってるはずよ。どういうこと？私、体が言うことを聞かない。待って、ゼーレ。いや、嫌だ！やっぱり我慢できなくなったのね。何？こうして話しかけてくる度胸しかないわけ？そなたくらい見せたらどう？僕を困らせないで。こうした方が楽なんだ。僕の時間も限られていると君たちもそう話していただろう。今の君が完全な高等の賢者を超えていて、この世界での特殊性が僕の次でなければ、こんな交流すら必要がなかったかもしれない。それで、あの話の答えは一体何だったかな。君は今経験したばかりだ。そうね、くっつけられた人たちの中には、相手を重んじる人もいれば、自分を重んじる人もいる。そして自分を重んじる側は当然別れた方が合理的だって考えるわ。つまり君は利己的な方だと思っているんだ。君が今したことはそうとは見えないけど。目が悪いだけじゃないかしら。私はそういう利己的な人間よ。それはこれからも変わらないわ。だけどそんなの別に何の妨げにもならない。私はあなたを見つけて倒す。じゃあ健闘を祈っている。本気だよ。でも彼女は気づいていない。あの崩壊エネルギーをコントロールするときに、君はいつもこっそりと一部をキープしていた。だったら何？あの程度の崩壊エネルギーをコントロールできないとでも思ってるの？まさか。しかし君は僕が想像していたよりもずっと賢い。砂鉄の国と自身の特性を利用して、君は体の元の主人を追い出し、彼女を異種性婚に似た存在にしたんだね。全部知ってるなら、これ以上くどくど話す必要がどこにあるっていうの？首を洗って待ってなさい。あなたを見つけて、ちゃんとお話を済ませたら、もちろん、彼女を連れて行くの。そして君が失敗したとしても、異種性婚は、その戦いの影響を受けない。悪くない。君は賢いとは言えないが利己的だ。ああ、僕は気に入っているけど気に食わない性格だよ。いいだろう。あそこで君を待っている。破滅の、あるいは神聖の地。しかしその前に、優しい僕から賢くない君に一つ忠告をしておこう。君が今向き合っているのは、一人の敵ではなく、博打なんだ。そして僕は、みんなとウィンウィンになれると願っているよ。嘘！シャガ！うん、私はこのために来たんだもの。今は圧倒されてる場合じゃないわ。そうだったの？わかったわ。ありがとう、シュレーディンガー博士。これからはどうするつもりなのです？
どうするつもりかって言うまでもないわ。プロメテウスが最後までその責務を諦めなかった以上、みんなに指定された得意点の器として途中で諦めるわけにはいかないでしょ。引き続き崩壊エネルギーをこっちに集めて博士。私は元の計画通りこの世界の神聖律者になるわ。分かったなのです。ゼーレさんたちも自分のやり方で頑張ってくれているなのです。結果的に少なくとも敵にとってはトラブルになるはずなのです。キラさんの言う通り、崩壊エネルギーをあなたの方に集めるなのです。ですがプロメテウスさんの協力がなければ、3倍から5倍の努力をしてやっと以前の3割から5割の効果がある程度なのです。それが何を意味してるのか分かってるなのです。ええ、たとえ全力を尽くして目標の1割にしか到達できなかったとしても、私は迷いなくやり通す。何しろそれがあるアイドルの卒業公演になるかもしれないから、だったら全力でやるに決まってるでしょ。華麗な登場を見せましょう。全知の力を持つ熱狂的なファンをびっくりさせなきゃね。博士、何か言ってくれないの？ええ、6年前より今のあなたの姿はだいぶ可愛らしくなったなのですありがとう。でも次はニグラスの前で言わないでね。正直に言うと、砂糖の鍵の力をここまで解き放ったのはこれが初めてよ。話によると、前回砂糖の鍵を超限解放した時はしばらく経った後に壊れたのよね。はぁ、今回また壊したらきっとコンペイトー長老にきつく言われるわ。でもそんなにひどいことにはならないはずよね。何しろ前回の修理の時に砂糖の鍵はいくつかに解体されたから。そう考えると権限権と結構似ているなのですそれについてはあまり詳しくないわ。とにかく今から私は外の鍵の力を利用して虚数特異点の発生を早めてみる。あとは私に任せて。博士はゼーレたちを手伝ってあげてちょうだい。どうしたの博士、何か問題でも？キラさん、何をしているのか本当に理解しているなのですもちろんよ。分かったなのです。幸運を祈っているなのです。私たちの聖護者。ええ、you
ふん、そうね。その通り、私は運命に恵まれた天才たちと比べられない。これ以上無理しても自分で墓穴を掘るだけよ。そんな制限も弱点も心の中でちょっと考えただけで全部あなたに読まれる。そうでしょ、ビータ。ええ、私が一番よく分かってるわ。才能も資質も、私はトップにいるような人間じゃない。アイドルとして思い切り歌えない。バルキリーとして仲間を助けられない。シュガーズ一族としてもあなたを止められない。少し前に私はスーサナのことを慰めようとしてたけど、あの時彼女に話した言葉は結局私自身へのものだったのよ。才能、経歴、様々な理由によって自分たちの憧れた姿になることはできないけど、その憧れの姿に限りなく近づくことならできるわ。しかも彼女たちにもできないようなことを成し遂げられるかもしれない。それこそがいわゆる夢の真実なのかもしれないわね。前を見つめ努力し続けたら、誰もが想像できない形で夢を実現できるのかもしれない。こんな純粋な考え、私だって信じたいに決まってるでしょ。でも現実がそんな風に変えやすいなら、こんなことになっていなかったでしょうね。仲間が一人ずつ去って、敵が一歩ずつ迫ってくる。まるであの戦いに戻ったみたいよ。あの時私は最後まで戦えなかった。自身の意志ではなかったけど、結果的に私は第二次崩壊の脱走兵になった。でも最後まで戦ったとしても私に何ができるの？全力を尽くしてもう一度自分の限界に挑んで、きっと何も変わらないでしょう。私は何もできない。結局セシリア様は犠牲になる。きっとそうよ。だから脱走兵になってから、ビアンカが物語の結末を教えてくれるまで、私は心の奥でセシリア様の死を受け入れていたんだと思う。セシリア様と共に死んでいったのは、二度と戻れない私の青春。私のことを嘘つきだって言っても構わない。顔がどれほど鮮やかでも、いくら明るく見せても、そんなの所詮心の仮面でしかない。結局のところ私は自分自身が怖い。あの不器用な彼女がいつか心の奥に隠された迷いとやましい気持ちに気づくのが怖いの。彼女がとっくに気づいてるとしても、自分も他人も騙せば何の問題にもならないわ。それが私がアイドルであることにこだわる理由でもあるかもね。でもまだ大丈夫。今回の相手が全知の能力を持つあなたでよかったわ。この世界のあらゆる偽装があなたに見破られてるって考えると、むしろ気が楽になるのよ。見ての通り、私はこんな風に臆病者で脱走兵で半人前の偽物アイドルよ。実力がないのに大物ぶって自業自得になったとしても、私は止めたくない。最後まで頼もしい先輩を演じていたいの。私は嘘つきだし、それも普通よね。別に時期になったわけじゃないわ。私が破滅への道に向かうことになっても、崩壊エネルギーが集まってくる限り律者は誕生する。もちろんそんな時に何が生まれてくるかは私のコントロールの範疇を超えてる。でもあなたがコントロールできる範疇でもない。そうよ。だからパフォーマンスに間に合わなかったら、その時は後悔しないようにね。
言っても、私たちは本当に何も手伝えないのかな。この世界で私たちはすごく特殊な能力を持ってるのに。別に普通でしょ？あの高等の賢者とやら、本当に社の影響に対する手段があったなら、今もこんな面倒なことにはなってないわ。何か厄介な敵に出くわしたら、おのずと私たちの出番がやってくるわ。いくら思い出そうとしても、彼女が誰かに勝った記憶がないもの。それはそうだけど、何もしないなんて。しょうがないわね。別に私たちの責任じゃないし、何かをする必要はないでしょ。でもまあ、何かした方がいいと思うなら、私の記憶が正しければ、みんなは今何かの調査をしてるのよね。それについて、私たち以上にふさわしい人がいると思う？それって、ついてきて。どうせタダでもらった能力よ。使わないと損するわ。出てきなさい。さて、こいつらが私たちの代わりに。嘘。どうして賢者を攻撃してくるの？それ、かくれんぼだよ。ならないペットね。ついて行ってみましょう。警告ですか？これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。あれはサエイ？どうしてここに？それにじゃないわ。あの女が橋を架けた時にこの世界にちょっとした副作用をもたらしたようね。私たちは固有世界に戻れなかったけど、サエがセントソルトスノーにやってくる機会を作ってくれたわ。こんなことがあるなんて。そうだとしても私たちがサエに攻撃されるなんてことは。さあね、あの社がこの世界に影響を与えてるなら
何が起きても別に変じゃないわ。あ、手分けして行動した方がいい？そうね。秩序の確認をしたばかりだけど、セントソルトスノーに今みたいに暴走する紳士がいないとは言い切れないわ。うん、セントソルトスノーは私に任せて。それに、なんとなく思うんだ。紳士が私たちを攻撃してきたのは、何か重要な理由があったりするのかなって。理由？例えば？私たちの気づかないうちに、何か大事なことが、すでに始まってるとか？確かにそうなのです。あなたの話に同意するのはひねくれているなのですが、どの視点から見てもシグレ・キラさんが放った強がりの言葉は敵を怯えさせる価値がないなのです。シュレーディンガー博士、君は自発的に僕に話しかけているのかな？もちろんなのです。ですが、やっぱりあなたが全知だとしても、瞬時に理解することはできないなのですね。シグレ・キラさんの計画は頼りないものなのです。最終の器として彼女の崩壊エネルギー適応性は高くないなのです。それはつまり虚数特異点が誕生する前に彼女が必死になって集めた崩壊エネルギーが先に暴走するという意味なのです。例を挙げると、中に入った料理が出来上がる前に圧力鍋が蓋を失うようなものなのです。外からの助けがない状況で彼女がゾンビになってから律者になることを目指しても、現実は。君は僕よりもはっきりとものを言うんだね。
だから私は彼女の計画に加わると決めたなのです。疑問に思っていなかったなのですか。なぜ月の岩に憑依した私が高等の賢者のように世界を自由に行き来することができるのかと。君はただ憑依対象を頻繁に変えていただけだ。では私は一体どうやってシグレキラさんに協力して崩壊エネルギーを集めたと思うなのです。それは月の岩の基本的な性質、焼け石ですが、私が本当にそれほど弱い存在なら、どうしてあなたはこんな風に私と会話し続けたなのです。だから言ったなのです。あなたが全知だとしても、瞬時に理解することはできないなのです。世界は複雑で混沌に満ちているなのです。バタフライ効果を回避するために、あなたは一定の時間ごとにみんなの考えを検索し、そしてそれこそ私があなたのために考えた罠なのです。もとより今の私に演算できるのは、所詮似て非全部が実現できるわけではないし、どれも見た目ほど完全で頼むんですが、そんな理由で私に対する探知を諦めることができるなのですか。どのプランでも観測、演算、検証が必要なのです。私の仲間たちにとってはそれで十分なのです。実を言うと喜ぶべきことだと思っているなのです。今回今のビタさんにとって私は確かに無視できない存在なのですね。結局のところ科学で奇跡を起こすなら方法は一つしかないなのです。確率が低いなら奇数を増やせばいいなのです。今彼女だけの奇跡があなたが気を配れない隅でこっそり誕生したりしていないか見てみようなのです。そう、あなたがずっと警戒していたゼーレさんのことではなく、今あなたの監視下にいるシグレキラさんのことなのです。ありえない。シグレキラの計画は無鉄砲な行動でしかないはずだ。崩壊エネルギーの収集に成功したとしても彼女はゾンビ化する運命から逃れられない。シュレーディンガーの行動もかゆいところには手が届かず、あらゆる知恵を尽くしても彼女は律者を作り出せない。僕の判断に間違いがあるはずがない。だがなぜそうだとしても彼女たちはここまで歩いて来られるのだろう。崩壊エネルギー収集完了。虚数得意点、構築開始。来なさい、シャ。パフォーマンスを始めましょう。
やっぱり来たわね、ピーター。あなたも私のライブに参加したいの？情熱的なお客さんが多いわね。でもパフォーマンスが終わるまではステージに上がっちゃダメよ。私がいることを忘れないでくださいなのです。ありがとう博士。ほんの少しの干渉手段ですが、少なくともこの対決をより公平なものにすることができるなのです。耐えるなのです、キラさん。虚数得意点はもうすぐ安定するなのです。安心して。アイドルはパフォーマンスを途中でやめたりしないわ。仕方ない、ここまでにしよう。あと少しだったのに。皮肉だが、少し前の僕は君たちの計画には何の可能性もないと思って。君は実によく頑張ったよ、偽りのアイドル。君の唯一の不幸は、全知の能力を持つ僕が人よりも一歩早かったことだけだ。君が律者、ゾンビ、いや、それ以外の何かになっても虚数得意点の原型は僕に潰される。できたわ。ようこそ。私たちがあなたのために用意した。やっと捕まえた。冗談でしょ。どうして私が二人もいるの？し、考えるな、質問するな、頭の回転を止めて。それ今時の若者は本当に落ち着きがないな。少し待って。これでよし。私が作った意識の禁状鉄壁があれば、あいつは何も探知できないはずだよ。四季の律者。偉大なる四季の律者様が現状を変えるためにやってきたんだ。嬉しい。つまり、あなたは死んでないのね。は？あそこに残した痕跡だけで、
それほどの情報を推測できるとは。プロメテウスは確かに頭が回るね。そう、あなたたちの推測は大体正しいよ。あいつにはめられて権能が制限を受けてる。それだけじゃなくて携帯も自由にコントロールできなくなったんだ。それであなたは社の正体を見たの？奴はどうしてそんなことができるわけ？さあ、最初から最後までシャは姿を現さなかった。そもそも奴の仕業じゃないかもって疑じゃあ、あなたはどうして？偽物のくせに、リッチャの権能を全部奪うとか、ハリコの虎だとでも思ってるの？雇い主を変えるつもりはないし、奴の言いなりになるつもりもない。だから隙を見つけて奴の牽制から逃げたんだ。ふん、こっちは本物の終焉の相手をしてきたんだ。奴が怖いわけないでしょ。相手がこの世界の泡の神様だとしても、私が引きずり下ろしてやる。ええ。でも、いくら私が強くても、さすがにこの地の顔役には勝てない。ここは社に支配されてる世界の泡だし、この私が尻尾を切って逃げる羽目になったのも、二度と奴に支配されないために、世界の泡での存在感を最小にするしかなかったんだ。こんな風に、意識の奥であなたたちとおしゃべりするしかないくらいにね。仇を討つことに関しては、やっぱりあなたたちに任せるよ。ふん、今の計画はなかなか悪くない。ごめんね。意識の壁を突破するために、あなたの意識に何かをする必要があったから、うっかり記憶を読んでしまった。平気よ。時間がないし、むしろ説明する手間が省けたわ。とにかく、社に対抗するために、私は社の体系を使って、この世界の律者にならなければならない。少なくとも、そう考える必要があると、私は思うわ。必要？は、最高！実に素晴らしい。そんな面白いことに私が加わらないわけがないでしょ。それで私たちはどうやって奴をはめるの？はあ？はめるとか人聞きが悪いな。これは待ち伏せだよ。はいはい。じゃあどうやって待ち伏せすればいいの？それは、うん、これでいいと思う。なんでもない。計画が順調に進むように、これからはあなたがプロメテウスの計画を続けて。安心して。この式の律者がついているんだ。あなたはきっと律者になれるよ。え？でもそれって敵を欺く戦法じゃないの？あなたも私も言わなければ知る人はいないでしょ？あ、そうよね。私たち自身も答えを知らないんだもの。これか。さて、これはただの白チュームだ。私には合っていないと思って。そして、楽しみにするといい。何しろ、意識の操作に関して、私はプロ中のプロなんだから。おや。おめでとう。確かに僕は騙されたよ。ここは君の意識空間なのかな？いい景色だね。シグレキラの意識の奥に隠れ、僕が警戒を緩めた瞬間に姿を見せて攻撃する。まさに阿吽の呼吸だね。褒めてあげるよ。それはキラの迫真の演技のおかげ。何しろ最も真実味のある嘘は、まず自分を騙さなければならないからね。律者になることが彼女の一番強い願望にならなければ、私の存在を完全に隠して、いざって時にあなたに反撃を仕掛けることなんてできないし。でも、あなたが違和感を覚えたとしても、気づくことはなかっただろうね。キラはそもそもこのことを考えてはいなかった。直感よりも心を読んだ結果の方が信じられる。そうでしょ？否定はできない。どうやら上級権限を持っているとしても、調子に乗ってはいけない。しかし僕をここに閉じ込めたとしても、君たちに何ができる？
融合は続いている。意識空間以外の世界は何も変わらない。自分の心の世界に隠れてても何も変えられないよ。世界は変わらない？それはどうかな。あなたという災いの元凶を閉じ込めれば、他の人たちがプロメテウスの計画を実行するチャンスはいくらでもある。なるほど。時間稼ぎの他に何ができるのか君自身にも分かっていないんだ。は？本物の律者をそんなに舐めるなんて気は確かなの？来なさい、正々堂々と勝負しよう。意識を操る者同士、どっちの方が上か見てみようじゃない。他人の意識を糧にしているのによくも正々堂々となんて言えるね。君たちの世界は実に不思議だよ。本音を話そう。任務がなければ僕は君たちと平和な時間をもっと楽しみたかった。残念ながら生きている限り思い通りにならないこともある。ちょっと、そんなにすごいなら自分で戦ったらどう？ここは君の意識空間だし、僕が自分で戦ってもそうでなくても別に関係はないだろう。臆病者。残念。現実で考えると君は一体何秒稼いだんだろうね。そんな戦術少し馬鹿げていないかな。うるさい、首を洗って待ってなさい。弱すぎ。私は全てを変えます。うん、かっ、はっ、はっ。ん？自分の手で怪物を殺した？何？逃げるつもり？ああ、さすがは伝説の手記の律者だ。君の攻撃があまりにも激しくて対抗できない僕は投降するしかないだろう。はあ？私をバカだと思ってるの？その態度、対抗できないようには見えないんだけど。ああ、この冗談はあまり面白くないようだ。はあ、君の言う通り、すでに社に束縛されている君はそもそも僕の相手にはならない。もちろん僕も知っているよ。一撃の威力よりも君は忍耐力という面で常人をはるかに超えている。今の君は勝てなくても別に関係ないんだろう。このまま時間を稼ぎ続ければ外にいる人たちが何かをしてくれるはずだと考えて。座ってお茶を飲む気があれば喜んで付き合ってあげるけど。はぁ、前回別れてから僕はずっと公平に対応してきた。できることなら君の願いを叶えてもう少しチャンスを残してあげたいとも思う。でも残念ながらもう間に合わないよ。何？あなた！これは、ゼーレは、やっぱり私をここに残していったのかな。何があっても、彼女は自分で向き合うつもりで、
私、少し無理を言いすぎたのかも。でも、私がゼーレの立場なら。ゼーレ？まだそこにいるの？なんだか変。声は遠くから聞こえる。でも、外は。これは、一体。ここは、どこなの？暗い。ゼーレ、待って！でも、どうして私たちはこうしないといけないの？彼女は、私だよ、ゼーレだよ。ええ、私たちがずっと一緒にいても、彼女には彼女の世界や生活があるもの。私はずっとこれからも彼女の一部。違う、そうじゃないよ。ええ、私は自分のしたいことをすればいい。彼女がどう考えたって関係ない。いいえ、私は、そもそも気にしてないわ。気にしてもしょうがない。ええ、わかってる。わかって、私は、あなたよりもすごい。私は、何でも知ってる。でも、私には、あなたしかいないの。あなたしかいないのよ！ゼーレ、これって、まさか。そうだよね。自由って面で、私たちが受けてきた扱いは、全然公平じゃなかった。だから言ったの。私があなたの立場なら、きっと私も。あ、これは、どうして？私たち、失敗したの？それとも、間に合わなかったのかな？大丈夫だよ。泣かないで。ずっと一緒にいるから。実は、ずっと知ってるよ。ただ、触れて欲しくないんじゃないかと思ってたの。心配しないで。まだチャンスがあるから。成長したあなたは、やっぱり、子供みたいな人なの。私がいなかったら、きっと寂しいから。だから、何があっても、彼女はきっと、私たちを見つけてくれるはずだよ。大丈夫。私のことを忘れて、そろそろ出発しましょう。
あの女にどんな目的があったとしても代価を支払わせなくちゃ。結局のところ私たちこそがこの世界の泡の主宰。ゼーレはいないけど、ここには確かにゼーレ。もし願い事が叶うのなら、あなたに祈らせて。どうか私が手にした権能によって全てを解決できますように。虚数特異点を作って律者になって、そして偽物の終焉を乗り越え。来なさい。ありえない。エネルギーをコントロールできたのに。いいえ、違う。分散してるんじゃなくて消えてるの。でも融合はまだ終わってないはずよ。あなたのせい。そろそろ時間だね。すまない。僕はこうしなければならないんだ。残念だよ。この賭けの中で、僕には自分が欲しい結果が見えていない。僕たちは、どちらも運に恵まれていない。社の手を借りなければ誰も神聖を手に入れられない。登れ、世界最初の太陽。かつて誰かが生き残った時に感じた気楽さをこう表現した。地獄は血まみれになるが、彼はその場にいなくてもいいのだ。今までの経験から、僕はその意見に同意できない。僕にとって、それは気楽さを表現するものではなく、強い苦痛を表現するものだと思っている。どうして私は？元に戻ってる？誰かが成功したの？正確に言うと、それは成功でも回復でもなく、終わりと神聖だよ。あなた、いい。実にいいわ。やっと私の前に現れる気になったの。怖いな。僕はただ、ガランとした世界の中、一人で目覚めた時の感覚を知っているから、君を慰めようと思ったのに。いいでしょう。私もあなたのことを慰めてあげるわ。便利だと思わない？もうやめた方がいいと思うよ。僕と比べると、君の時間はずっと貴重なんだろう？
ういうことなの？ん？言ったはずだよ。ふざけないで。世界は。もう分かったようだね。その通りさ。原子炉と違って、最初から一次性のエネルギーではないんだ。だって、栽培は殺してしまう行為よりも、ずっと持続性があるからね。あなた、待って。じゃあ、どうして私はまだここにいるの？ああ、伝えそびれたね。イデア、あるいは異種性根は、特殊仕様の例外として、融合の中でも生き残れるんだ。ただし条件がある。その人物はここの世界の完全な高等の賢者で、特殊な権能を全て持っていなければならない。またデタラメを。待って、それってゼーレは？だから言っただろう、君の時間は貴重だって。でも外部から来た存在である彼女の消失は他のものよりも遅いだろうね。はいはい、僕に怒っても意味はないよ。僕は公平に動いただけだし。そこで待ってなさい。教えてあげるね。どいて！ふざけないで。信じるわけないでしょ。彼女たちはきっとどこかにいるはずよ。知れないわね。もしかしたら私たちはすごく気が合うのかもしれないよ。ねえ、早く助けて。どこに行ったの？しけ、しき、あなたは私と共に旅をする人の名前、どうして思い出せないの？
り私のお話を聞いた方がいいと思うよ。昔々、人魚の国にお姫様がいました。どこかへ行って。これは、だから私が死ぬたびにあなたの姿を見るのですか。あまりにも新鮮味がないじゃないですか。どうやらあなたはかなり遠い場所に行ったようです。答えを見つけましたか、シャニアテ。ありがとう。でもそんな風にされると余計申し訳なく感じるわ。ここに来たことに成功したとはいえ、神と対抗する経験は少し不足してるのよね。大丈夫です。私はそういう経験をたまたま持っています。待ってください。私にプレゼントしようとした名前って。ええ、崩壊の意思よ。お断りします。それに今の私にはできません。状況は想像していたよりもずっと厄介になったようです。私にできるのは、律者の性質が社に影響されず、どの権能を獲得するかという選択権を。大丈夫、それで十分よ。何を言ってるの、あなたたち誰なの。待って、今の人たち一体。セントソルトスノー。そうよ、彼女たちがここにいないならきっとセントソルトスノーにいるに決まってるわ。昔々、人魚の国にお姫様がいました。ある日、人魚姫が海面から顔を覗かせると海に出た王子様と出会いました。二人はすぐに恋に落ちます。王子様と一緒にいられるよう、人魚姫は魔女に助けを求め両足をもらいます。そのおかげで彼女は陸で暮らせるようになりました。しかし魔女の魔法は呪いでもありました。彼女は二度と人魚には戻れません。戻ると朝露のように次の日の出で消えていなくなるのです。そう、こんな風に。いや、しかしある日、不幸な出来事が起きました。航海が大好きな王子様は海で恐ろしい嵐に遭遇し、どっかにいて、黙って。セール、何があっても彼女はきっと私たちを見つけてくれるはずだよ。え、何を言ってるの。大丈夫。待って、
海に落ちた王子様を助けるために人魚姫は海に戻ることを選び、再び人魚になりました。王子様は助かりましたが、人魚姫は陸に戻れませんでした。波が静まった後、人魚姫は泡となって海風の中に消えました。そして誰も彼女のことを思い出せなくなっていました。どう？このお話を気に入ってくれた？彼女を見つけ出す。でもあなたが探そうとしている人は誰なの？本当はずっと知ってるのに認めようとしていないだけ。もう一人だって認めようとしていないだけだよ。いいえ、思い出さなければならないの。セーレ、いや、一人にしないで。私よりも強くなった子、忘れられるわけないじゃない、ゼーレ。
創生の権能を持っているとは、確かにサプライズと言える。しかし、少女たち、僕の手を借りなければ、誰も、神聖を手に入れられない。